をしてもらいます。何ですか？丸対決。対決もう似合う。キウイおじさんだ。キウイおじさんやってまいりました。さあ始まりました、のみたびチャンネル。はい、はい、この番組はお酒とおつまみを楽しむ飲み旅からその街を知るをテーマに、僕ら飲み旅案内人がその街の魅力や飲み旅の楽しみ方をお酒と旅から深掘りしていく番組です。はい、はい、そんな飲み旅で案内人をさせていただきます。エンジンの中林といです。東海の夢丸です。はい、ね、かなだです。よろしくお願いします。すごくいいお酒飲んでるね。結構ね、うん、気持ちよくなってますよ。もう、しかもものすごいこう気候がいいから、うん、もうスルスル入っていく。入っていく。これはお酒が、お酒が気をつけないと。気をつけねばなりません、ね。はい、番組壊れちゃいますからね。ですね。今回ね、結構ぴったりというか、そのお酒いっぱい飲んで、うん、いいぞっていうところにやってきました。ちょっと待って。え、何？お酒飲んでもいいよっていう場所に来たの？お酒飲んだ後にいいぞっていう。ああ、なるほどね。そうです。素晴らしいじゃん。これ飲んべえにしたら、ね、途中休憩というかね。そうですね。そういうスポットになってるってことなんですけど。そんな今回僕たちがやってきたのは、はい、日本最大のキウイ農園、キウイフルーツカントリージャパンにやってきました。やりました。ありがとうございます。こちらですね、なんと、はい、東京ドーム3個分の広大な土地の中で、そのキウイ狩りだったり、うん、お茶摘み体験とかバーベキューとかが、いろんなアクティビティが体験できるみたいなんですよ。すごい素敵だもんね、うん、おしゃれで。もう一日中遊べるような場所なのかな、本当に。そうですよね、うん、キウイ狩りはされたことありますか？あんまりこうキウイに対しては重きを今まで置いてきてなくてなんかこうキウイに関してあんまり口がまだ慣れてないというかあれキウイって聞きますからね。なぜキウイというのかがすごく気になる世代、はい、うん、そういうのもじゃあ後でもしかしたら聞けるかもしれないですね。そう、リンゴとかレモンとか言いやすいけど、うん、キウイはあんまり言ってこなかったからそんなちょっと緊張しても自分が間違えちゃわないかっていうね。キウイとは違うんだよね、はい、じゃあキウイ狩りはしたことはないっていうか。ちょっとないんですよ。ないですね。お、楽しみ、うん、今日キウイ狩りできます。まずどうなってるのかっていうのとか、うん、気になりますよね。え、掘り物じゃないよね。掘り物じゃないです。ちゃんとあの木になってます。あ、木になってるっていうのもあんまりピンとこなかった、はい、僕もさっき見て知りました、うん、そうだよね。そうですね。今回ここでキウイ狩りをして、うん、あとクラフトキウイビールっていうのが、いや、美味しそう。すごい、それ。そうなんですよ。フルーティーじゃん、絶対、ね、あるみたいなんで楽しみ、うん、今日はちょっとキウイ尽くしな時間を過ごそうという、はい、うわー、素晴らしい。お願いします。それじゃあ、うん、今回もやっていきましょう。今回もやっていくぞ。乾杯。乾杯。すごいおしゃれ。いや、すごいですね。ちょっといろいろ、いろいろありますね。グッズもいろいろある。お邪魔します。お邪魔します。お願いします。うわ、すごいね。めっちゃかわいいこのシャツとかもかわいいですね。うわ、確かめっちゃおしゃれめちゃめちゃおしゃれ。え、欲しい。奇抜っすね、だいぶ、ね、これ3人で来てキウイ狩りしたいね。こうやってもぎながら、いいな。めちゃくちゃ、確かに。でもなんかすごくおしゃれだよね。おしゃれですね、本当に。うわ、見て。何ですか？ゆめちゃん。うわ、これ被っていいんですかね？めっちゃいいですか？あ、もう似合う。キウイおじさんだ。キウイおじさんやってまいりました。キウイおじさん。もう何でも聞いてください、キウイのことなら。これでシャツ着てほしいもんね。これでいたらもう、ね、マスコットからですよ、本当に。確かに、めっちゃ似合う。でも、いいです、めっちゃ似合いますね。いや、すごいな、これ。すごいね。キウイだけでもこんなに種類あるんですね。ね、の種類が。グッズをたくさんあるな。ね、いっぱいある。うわ、すごい。
瓶詰め、うわすごい、ヘアゴム、靴下から、うわこれも可愛い、あ、これ子供にね、履かせたらすごい、かわいい、いいじゃん、中ちゃん、これライブでピッチピチですよ、これオープニング、オープニングこれで、オープニングアクト、いやーっつって出てきてほしいですね、いやー僕はキウイだいいね、これめちゃくちゃ可愛らしい、可愛いですね、可愛い、うわすごい、出た、ええ、こんなに種類あんの、ね、大きい、俺すごい、こんな大きいキウイ初めて見たかも、え、こんな大きいのあるんだ、くびれちゃん、あ、やっぱいろいろあるんだね、ベニセン、これはベニセンですかね、ベニセンとか、あ、コ、コウセンス、あ、コウセンか、コウセンっていう品種みたいですね、へぇ、くびれちゃん、ティアドロップ、すごい、じゃこんな小さいの初めて見た、そうですね、何が違うんだろう、うわ、味とかもやっぱ変わってくるんですかね、うわ、すごい、ファーストエンペラー、めちゃくちゃかっこいい名前、ファーストエンペラー、しかもなんか僕たちが知ってるキウイの形とはちょっと違う、ね、確かに梨っぽく見えるんですね、そう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 、あ、うわーすごいね、これこんなにあったんだ、キウイが、甘みとかもちゃんとしっかり分かれてるんですね、本当ですね、くびれちゃんにヘイ、ヘイワード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 、かっこいいね、ティアドロップか、くびれちゃんとかはここだけの、そうなんだ、え、くびれちゃんにしてはくびれはある、どう、確かにストレートではあるかもしれない、意味があるんでしょうね、ちょっとだけくびれてるんだ、あ、ちょっとくびれてるんだ、ここが、あ、なるほど、え、僕たちがスーパーでいつも見てるキウイはどの品種なんですか、ね、ヘイワードですね、あ、ヘイワードですか、あ、でもこのイメージある、確かにこのちょっと毛が、あ、ありますあります、パサってなってるサイズ感も、そう、このぐらいのサイズ感のイメージだったけど、うん、じゃあそう考えたらこのファーストエンペラーとかでかいよね、めちゃめちゃでかいですね、くびれちゃんも、果肉は透き通った黄色のゼリーみたい、しかもキウイのこういうさ、ジャムとか、うわーこれ熱いですよ、紅茶にジャム入れてって、いやすごい、あ、食べたくなっちゃうな、あ、本当ここに書いてある、すげえ、めっちゃあるんだキウイこんなに種類よりあるっすね、え、めっ、お、初めて知ったわ、すごいな、すごいな、オブジェとしてもいいよね、え、観葉植物みたいに送ってた、そう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 、なんかそれ無茶あるっす、絶対食べた方がいいでしょう先輩無茶あるっす、ありますかバレました、うわっ、ね、待って、おっぱいアイスある、な、懐かしいけど、懐かしい、懐かしい、おっぱいアイスなんかもう、もう僕100おっぱいぐらい食べてるからすっごい懐かしい、そっちじゃないから、最後チュッて出てくるやつ、そうそう、最後嬉しいですよね、そうなっていいから、え、すごい、そのビール、ビール見てください、ありますね、キウイビール、キウイビール、さっき言ってたやつだ、飲みたい、掛川限定ってことですか、限定ですよ。限定です。なるほど、キウイ農園があるからこそできる。すごい。クラフトビール。地元のビールのところとコラボして作る。そうなんですね。ラベルも可愛いですね。ね、うん。このキャラクターはオリジナルのキャラクターなんですか。オリジナル。オリジナルですか。可愛い。素敵。すごい。じゃあ。おっぱいアイス、そっちじゃないか、そっちじゃないですよ、ハサミちゃんと置いてあります、これ置いてないと歯でこれ切っていかなきゃいけないから、ハサミないから、あれ歯大変なんだよ、ね、おっぱいアイスは世代じゃない、え、僕も食べたことあります、あ、ある、あります、あります、あれ2つ同時に一品で怒られちゃったから、じゃあキウイビールにしましょうか、はい、行きましょう、ちょっとじゃあ3本いただきましょう、はい、行きましょう、いやキウイビール購入しました、いやー素敵、もう 今からすぐ飲むって感じですか、ね、もう飲んでいいんですか、いいですかね、はい、実は、うん、絶景スポットがあるんです、あれ、え、なのでそこに、そこまで行って飲みましょう、ほら、なるほど、じゃあちょっとお預けだ、いい、美味しくなりますね、これ、キウイ狩りとかもしたいんです、え、ちょっとここ映えスポットがめちゃめちゃ多いので、ほう、映え対決をしてもらいます、何ですか、映え対決、対決するものですか、イエーイって、もういや1ピーしか言ってない、イエーイは映え対決ですか、映え対決、そんなのあったんですね、ちょっといろいろ映えスポットが本当にあるので、はい、はいはいはい、ここだって思ったところで各自のスマホで自撮りしてください、
あ、自分とこのビールと。なるほど、ね、なるほど。え、SNS はやってるよね、みんな。やってます、はい。やってます、やってます。インスタグラムやってる？やってます。まあ、やってます、はい。それはもう映えに関しては我々プロですから。うん。カナさん見てます？僕いつも。見てくれてた？なんかその文が面白くて、うんうん、あのこう景色、綺麗な景色とカナさんがピンでバンって写ってる写真に、うん、どんどん色づいてくる。自然も人も。かっこいいね。その後に急に、最近魚食べてますか？そうです、そうです。なのでやっぱりちょっと映え対決は正直負けてられませんよ、こっちも。ちょっと楽しみだね。楽しみですね。視聴者さんのコメントフェアですからね。そう、これはもう本当やめてくださいよ。中ちゃんのファンだけとか、それはね、ゆめちゃんのファンだけとかやめてください。平等にお願いしますよ、はい、皆さんお願いします、はい、本当に。じゃあ行きましょう。行きますか。でもこっからはなんか想像できないですね、場合が。早いなぁ。ちょっとゆっくり歩くんだよ、そういう時。気合入ってる。どんどん行くな。闘志が。ぶっ壊す。ヤギじゃない。ヤギにも、ヤギじゃない、羊にも触れない。すごい。すごいね。こんにちは。わあ、すごいね、これはもう。すごい。もうこれ一種の映え。確かに。でも俺ちょっと、怖いっすよね。すね、あれ全員怖い、もしかして。あのこういうのロケに向いてない3人が来ちゃった。だいたいね、誰か1人をわーって触りに行くのに、そうそうそう、動物わーとか言うけど、うん、3人ともある一定の距離を取ってずっと見るって余裕度ですもんね、これも。そう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 、人の家の犬とか触れないっす、わかる。え、もう怖くて、うん、自分家の犬もちょっと怖くて触れない。自分家の家も犬もダメなんですよ。飼わない方がいいよ。実家の犬なんですけど。あ、そうか、はい、これ何、ピエンザかなんかでスパッとやられたの。どうしたのこれ。確かにこれ映えではないっすよね。いや、これ大映えじゃない。映えっすか。軽トラ、オープンカー軽トラよ。しかもこれこれサンダーで行ってますここ。うわ、来た。どうした。おおおおおおおでもこれ意外と映えですよ。これドバエよ。まあ違和感があるね。ねえねえねえ、ここ映えスポットよ。これいいな、めちゃくちゃ。後で撮りたいな。十分よ。もうこっからキウイな。あ、これキウイなんだ。本当だ、すごっ。え、こんななってるんだね、キウイ。なんかビワみたいになるんですね。ねえ、うん、もっとなんか一個だけリンゴみたいにポンってあるかと思った。確かに、こんなバーって。しかも結構あれだね、このふさふさというか、うん、毛量がすごい。もう本当だ。え、すごい、こんな感じなんだ。うわ、すごい素敵。うわ、めっちゃキウイなってるじゃん。うわ、すげえ。圧巻。ねえ、こんなになってんだ。てか、マイナスイオンすごいですね。本当だね、なんか空気変わったね、空気入ってきた瞬間に。うわ。ここではキウイ狩りができるみたいなんで、うん、早速一人ずつキウイ狩りしていきましょう。わ、これどうやって取るんですかね。こう普通にもうもぎなのか、ね、貯金なのか、ね、いいんですかね、どうなんだろう。もう手で簡単に、いっていいんだ。お辞儀するような感じ。はー、うん、お辞儀こう持ってこう。違う意味ないですか。めっちゃ笑ってくれたの。ありがとうございます。あ、そうなんですね。じゃあお辞儀をするようにこうやって取ると。はい、はじゃあやっていきますか。ちょっとやっていこうか。キウイ狩りスタート。いや、なんかいろいろある。なんか品種がこの辺だけであるのが何でしたっけ。ブルーノ。ブルーノっていう品種で、細長いやつですね。ちょっとキウイと僕の髪型のこの親和性が非常に高いので、ちょっと僕に似てるやつ探して撮っていきたいと思います。いや、どれにしようかな。あー、一緒っすね、これほぼ。産毛と僕の髪の質柔らかいんで。あ、こいついいかも。じゃあちょっと撮りますよっ。お、しっかり撮れました。じゃあもうあと2つぐらい撮っていきましょうかね。うわ、これすごい。これちょっと撮っちゃいますね。これ見てください、これすごいでしょ。ちょっとさっきのやつ比べてみます。こんなに大きさ違う。同じ品種みたいですけども。うわ、いいね、これも非常に。
素晴らしい。大きさがいいね。めちゃくちゃでかいのある。ちょっとこれ取っちゃおう。めっちゃでかいの取りますね。これこれ普通に家に置いてあったらこれキウイかなって思うぐらいの大きさですけどもね。なんかすごいこう上がる。こんくらい大きいキウイなんて初めて見たんで、めちゃくちゃ上がりますね。この3兄弟みたいになりましたね。 こんな感じでね、はい、こう並べちゃうとかね。このじゃあ3ついただきたいと思います。映え勝負っつうのもあったな。いやでもなんか本当になんかスポットというか写真撮るスペースみたいな感じになってますもんね。じゃあ僕なんかもうここで1枚撮っちゃおうかな。いいですね。めっちゃすごいですね。全然形違いますね、場所によって。すごい。これキウイはですね、皆さんビタミン C とビタミン E が豊富で血行促進になるので、むくみとか冷えの改善になるみたいなんで、いいみたいですよ。え、これもキウイですか？このちっちゃいやつもキウイですか？すごっ。見てください皆さん、見えるかな。この人親指ぐらいの、僕の親指ぐらいのサイズ感。え、これ食べれるやつですか？え、届くかな。ベビーすぎて届かないかもしれない。ちょっと待ってくださいね。届きそうなとこ探そう。ここやな、ここですね。取ります。よし、取れました。これと、あ、これとかめっちゃいいですね。めっちゃ柔らかいですね。完璧ですか、はい、ありがとうございます。柔らかいです。これめっちゃ柔らかいです。あ、もうそれ食べれますよ。お、はい、楽しみですね。これじゃあ僕はじゃあキウイベビーじゃない、ベビーキウイをいただきました。すごいね。これはヘイワードか。へえ。あ、この辺いいじゃない。あ、なんか長い、細長い感じ。脚立で、じゃあちょっと脚立いるのかな。ちょっと映ってます。ちょっと脚立、ちょっと大活躍すぎてちょっと顔が映らなくなっちゃう。これでいいのかな。これもぎっといっちゃっていいですか。いきますよ。おお、すごい、こんな感じで取れるんだ。取れました。すごい細長、取れましたよ。うわー、すごい。以上です。すごい。なるほど。オーナーさんに来ていただきました。農園のオーナーです。よろしくお願いします。今日は気持ちいい。うわ、もう MV じゃん。まさかね、煮切り発車で他人に処理させるなんてことは ね多分ないと思うんで。技術的には僕たちまだペーペーなんで、ないと思うんで。なんかあるんでしょうね。お知らせです。キウイフルーツカントリージャパンで手に入れた手作りキウイジャムを抽選で3名の方にプレゼントします。詳しくは飲み旅チャンネル公式ツイッターをご覧ください。ぜひ手に入れてください。キウイ OK。